はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安藤でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、最近このタチトークが、ね、主流になっている、まあ主流は勝手に主流にしているんですけども、普段からもちょっと立ってみようかなって思ってて、まあ、多分前回も言ったと思うんですけども、以前かな、言ったと思うんですけども、座る時間を短くして、まあ、できるだけ立ってるようにしようと、でリビングとかうろうろしながらテレビ見ようかなっていう風なことの生活を、まあ、続けてたらですね、なんかこう足腰、膝とかちょっと負担かかってきたなって思います。まあ、いかに運動不足やったんかっていうねことが分かるんですけども、まあ美容師というのは、まあね、僕美容師なんですけども、立ち仕事なんで、まあ、少しでもねリハビリになればいいかなと思っている次第でございます。でその移植する前の入院してた病院では、まあ、体力つけなあかんから、あの廊下とか歩きなさいよって言われて、まあ、しっかり歩いてたんですよ。でもまあその時よりもやっぱり移植後の方が体力って奪われたわけですよね。体重も20キロ減ったし、まあ今まで戻ってきてますけども、20キロ戻りましたけど、ちゃんとね20キロじゃないか、15キロは戻りましたね。うん、まあ74まで戻ってないんで、うん、まあそんなのもあったんで、膝とか腰とかの筋肉はちょっと弱ってるよなっていうふうなことがあったっていうのもあるんで、今頑張ってるんですけども、結果膝が痛くなってる、腰が痛くなってるっていう状況にあります。まあでもね、筋トレの代わりにやってるぐらいなんで、別にそこまでこのもう起き上がられへん、しんどいっていうふうにはなってないんでね、まあ座ってばっかりの生活よりも、まあ正直以前に比べたら体の調子は痛いけどいいかなって思います。元気はあるな、疲れやすいのは変わらんけどっていうような感じでございます。まあこれも続けてね、まあ、いつも言ってるんですけど、頑張ってリハビリ続けて頑張っていきたいと思います。まあ、今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。